どうも皆様こんにちは、グリードです。5月1日にハセシンカスタムっていう、ウォーゾーンのカスタムイベントがあります。今回カスタムでの、開催ということで、一般の方からエントリーした方と、あと招待されたね、有名な配信者さんだったりとか、あとすごく意外な人も出てたりします。デュオモードで2人組なんですけど、僕のペアは IFBB プロのカネキンさんとねペアを組んで出場します。ハセシンやあのグッピーくんとかもね出場するんですけど、二人のねペアは、本人からまた後ほどね発表があるんじゃないかなと思います。今回ねカスタムでの開催ということで、まあ他のプレイヤー全員がこうガチで優勝を狙いに来てるので、まあ普段のウォーゾーンみたいに走り回ってねたくさんキルをしてみたいな動きはさすがにねできないので、まあハセシンやグッピーくんとか他のラッシュメンバーとはね今回敵同士なので、久しぶりに他のメンバーとガチで戦うというイベントなので非常に楽しみです。5月1日の20時からスタートになります。僕の方のチャンネルでも配信しますし、他のラッシュメンバーのところでも配信があると思います。はい、というわけで今回のウォーゾーンは、そのハセシンカスタムに向けて、デュオモードをねソロで行きました。でこう普段みたいなこういっぱい走り回ってキルムーブするっていう動きじゃなくて、まあ、海外大会を参考にしながら、しっかりと優勝をね狙いに行く動きをしてきました。よかったらチャンネル登録高評価はぜひモチベーションになるのでよろしくお願いします。昨日スイッチライバルズだっけ、海外のウォーゾーンのカスタム大会やってたんですけど、ウォーゾーンのカスタムの大会ってなるとやっぱみんなヘリを使って屋上でイモる、あとスナイパーを持ってっていう戦法が、ヘリでイモってでワンチャンそのイモった先が最終アンチだとラッキーって感じ。さあスナイパー持ちますかね、こっからね。最近のなんか遠いね、ボインマグナム G7 教授っていうなんかすげえのがバウンティーになったんだけど。どこだっけな、定番の。ここに、ここ取ってたっけな。で、あとイモル。ウォーゾーンの大会ムーブはこんな感じっすからね。でも大会、ウォーゾーンのカスタムとかになるとこうなりますよ。お金が足りないから、ちょっとアサリに行こう。サプライラウンをね、その、味方の蘇生のためだけじゃなくて、お買い物するために使うっていうね、使い方がありますね。もうちょっとどこもない装備というか漁るものがないんで、まだここいんのかよ。そこもいいんだけど。こうみんな屋上だ。これみんな屋上だ。いやいや、みんな屋上だ。あと1分でランナーが終わる。リスクあるけど。今撃た、あぶね。どうしようかな、これ。これやばいな。高い建物、もう大体取られてるんだよな。いるんだよな。あそこはね、低すぎるから撃たれちゃうんだよな。だからあの建物か、あそこを取るしかないんだけど。いやー、すげえダウンタウンバトルだ。ねえ、これカスタム、カスタムでもこの展開あると思うからね。あそこ取られたか。あ、ミス、読み、左に避けてくれない。やっぱあの盾もダメなんで、撃たれるんで、ほら。あ、でも、結構みんな外れてるから。やばい。いたよね、あそこ。
やば。いやー、エリア運ついてないな、これ。キリスト持ってない？ハートビートじゃなくて何か、スタン系ないか。いや、今撃っちゃうべきじゃないか、これは。おお、どうだこの位置。え、結構生き残ってんな、敵。なるほど。よし、勝つポジ、勝つ動きや、これがキルムーブではない、勝つ大損の動きや。危ねえ、なんか途中とんでもない物騒だもん持ってたんだけど、近距離で RPG かな。もう今回はもうカスタム仕様のヘリでね、キルムーブに行かないっていうね、動きをしましたね。あ、いた。生きてて。ありますよ。やった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。おお。何台止まった。お、なんだ。あららら。あらららら。やべえ、手前に引っかかっちゃった。最悪。
あ、いたいた、渡ってる、道渡ってる。オッケーです、オッケーです。オッケー、2人やった、2人やった。おー、危ない。